どう？ダンス部部長の信頼は得られたと思うけど、テストは合格ってことでいいのかな？そうですね。正直驚きました。あんなにあっさりと彼女の信頼を得てしまうとは。私が何度アプローチを試みても警戒されるだけだったのに。ああ、なんかミスケンめちゃくちゃ警戒されてるみたいだったな。何はともあれ、私としてはぜひ八神さんにミスケンの顧問になっていただきたいです。おう、そいつはよかった。ってことは変質者疑惑も晴れたのかな。ええ、その説は失礼しました。それに実を言いますと、あの隠しカメラの目的なんとなく察しがついてきましたし。え、マジで？生徒を監視するかのように設置されたカメラ、八神さんが探偵だったこと、そして世間の耳目を集めている江原明宏の痴漢裁判、それらのピースを並べていくとぼんやりとですが八神さんの目的が推察できる気がします。まあお仕事の邪魔になってはいけませんから、首を突っ込むつもりはありませんが、とにかく八神さんのことは私から理事長に話しておきましょう。顧問をお願いしたいと。そりゃ助かるよ。だけど部外者がそう簡単になれるもんなの、顧問って？ええ、外部指導員という形であれば。ただその場合監督役を校内の先生に担当していただく必要があるらしいんです。名前を貸してもらうだけで顧問としての指導は八神さんにお願いすることになりますが、外部の方に部活を任せる以上必要な手続きのようでして。監督役？へえ、そういうもんなんだ。引き受けてくれる先生いるかな？そこは大丈夫です。実は以前に理事長が名前を貸すだけならいいと約束してくれたんです。半ば勢いで押し切る感じでしたが。え、そうだったの？理事長も教えてくれればいいのに。さっきはどこも手が足りてるとか言ってたけど。まあ本音ではやりたくないのでしょうね。責任だけは監督役の先生が取ることになりますから。ミスケンはいろいろなトラブルに首を突っ込む厄介者、そう思われているようです。はは、なるほどね。それでは八神さん、改めましてどうぞこれからよろしくお願いいたします。ああ、こちらこそな。八神さん、後でまた部室に来ていただけますか？私たちが追っているとある事件のことで、ぜひとも相談に乗っていただきたいのです。なんだ、パパ活の他にも厄介な事件が？ええ、それよりももっと厄介かもしれません。実はパパ活女子の件もその厄介な事件の一部である可能性もありまして、その話は時間がかかりそうですので、また今度詳しくお話しさせてください。なんだかよくわからないが、時間ができたら顔出すよ。
うっす。みんなお疲れ。頑張ってるね。お疲れ様です。今度ミスケンの外部指導員になった八神っていうんだ。バスケ部のみんなにちょっと聞きたいことがあるんだけど。何です？三越芝って先生が教育実習で来てたでしょ、少し前、10月ぐらい。ああ、三越芝さん。でも途中で急に来なくなっちゃった。誰かその辺の事情知らないかな。じゃあさ、どんな先生だった？いい人だったとか嫌なやつだったとか。嫌なやつだなんて全然。っていうか熱血な感じ。そうそう、ほとんど毎日ここに顔出してたよね。三越芝さんの代結構強かったんですよ。だから俺らにも動け動けって顧問より大きな声出して。じゃあ君らにも結構フレンドリーだった？そうっすね。あれ、そういや今日高田たちは2年2組まだ来てないですね。マッツンとか茜も。その子たちがどうかしたの？三越芝先生、2年の高田って子がお気に入りだったんです。ん？なんだそれ。高田さんなら少し知ってるよ。三越芝が気に入ってたっていうのはどういう意味で？すごく指導が熱かったんです。高田は高校入ってからバスケ始めたんで。うちは部員ほとんど経験者なんです。だから高校から始める人はよっぽど運動神経良くないとついていけないっていうか。それで三越芝先生がよく高田の面倒を見てくれてすごい助かってましたよ。へえ、本当にいい先生だったんだ。まあそうっすかね。ただ高田自身はどう思ってたか分かんないっす。ん？三越芝先生はしごいてやってるつもりだったんでしょうけど、結構いじりすぎかなってこともあって、みんなの前で高田にシュートさせてから今のが悪い見本だって晒したりとか。じゃあ三越芝は高田さんを笑いもんにしてたってこと？まあ悪く言えば。でもそれも愛情表現みたいな。三越芝先生だったもんな、高田のことをエロいエロい言い始めたの。ボール磨く時の手がエロいとか、他に取り柄ないのかとか。あの子胸でかいから。そうそう、だから三越芝先生が急に学校来なくなっちゃった時、2組の子たち噂してたもんね。高田となんかあったんじゃんって。なんかあったって不適切な関係とか、それがバレて教育実習クビになったんじゃないかって。噂だけどなくもないって感じ。うそ、三越芝先生どこ熱血させてんの？やだウケるなるほど、それで高田さんのことをエロ女って。あのもういいですか？高田さんと2年2組の部員がまだ来てないんだっけ？それってよくあることなの？いえ、だいたいみんなこの時間には揃ってるはずなんですけど。さあ、まだ教室なんじゃね？話聞かせてくれてありがとな。よくわかったよ。